震災直後のイベントじゃないですか。で、太鼓の人たちも、この太鼓を流されてる段階もあるし、で、しばらく太鼓叩けないんじゃないかっていう不安もあるし、去年のちょっとなんか、ちょっと悲壮感が漂うお祭りだったんだけど、もう今年は全力で楽しめるような雰囲気に変わってきてると思います。地元の方が太鼓は全ほとんど地元ですね、300人ぐらい。太鼓の皆さんがやっぱ太鼓は夏だよっていうことで、で7月にじゃあ毎年7月にしようと。じゃあこれはずっと続けていけるように、そのつもりで、はい、で太鼓の数ももっと全国からこう来てもらえればいいなと思ってるんですけども、響きに関しても、その世界に誇れるそのドラムサークルっていうか、そういったものを最終的には目標にしてやってます。で、まあ、全国各地、全世界からその打楽器奏者が集まって、みんなでその太鼓打楽器で会話をできるような、そういったお祭りにできればなと思ってます。子供たちがその気仙沼が世界に誇れる街になるようにっていうコメントがあったんですけど、はいはい、そうですね、今私たちが考えているのは、やっぱり気仙沼を音楽の街にしたいということなんですよ。それで、まあ、第一弾としまして、SCK、ガールズという、女の子たち、今活動しているんですけどね。なんか気仙沼に生まれたばっかしに子供たちが夢を諦めるとかね、そういったことは多々ある、普通に一般的にあることなんですよ。そういう街じゃない街にしようと、夢に向かって歩けるような、その進めるような街になればなと思ってます。最年長の18歳の高橋りせです。最年少の小学5年生11歳の鈴木里です。ステージで何ですか、スポットライトを浴びるみたいなのに憧れてまして、そしてそれが近くの気仙沼でできるっていうことで、はい、参加しました。メッセージとかってすごいなんか偉そうで申し訳ないんですが、やればできるっていうことですね。やらなきゃ何も始まらないということを皆さんに伝えたいですね。はい。